言っておくけど競争じゃないよ。ちゃんと俺の後についてきて。ついてこられなきゃゲームオーバーだよ。あとくれても俺の愛車にぶつけないように。いちいちうるせえな。早く行けよ。ではどうぞ。安全運転で。ガーディナでもあったけどさ、旅行でもしてんのかな。旅行で偶然というには無理がある。奴は俺たちを待ってやがっただろう。俺もそこが気になる。そしてどこの人間なのかも。帝国人っぽくもないけど。と言ってルシス人でもねえよな。正直関わりたくない。でも断ったらカーテスの大皿には入れない。王子はどう思う、あのおっさんをよ。ああ、ただの変な中年都市か。だよね、俺も同じ。とりあえず最初の作戦通り、やばければ戻るだな。ノクト、頭痛は平気か。今は平気だ。たまに来る。運転中にひどいのが来ねえといいな。やばかったら止まってね。この先にしるべはあんのか。っていうか野宿すんの。どっかでちゃんと休もうよ。野宿でちゃんと休みはいいだろう。せめてモービルキャビンでしょ。外のどこがそんなにいいの。自然の中だってのがまず最高だろう。時間にも追われねえし、勝手気ままにやれんだろ。そのあたりはノクトも気に入っていそうだな。結構しょ。今日はここで休むか。おい、目的地はどうなったんだ。焦らなくても逃げないよ。そういう答えは聞いていない。これさ、5人で旅行状態だよね。ないわ。ひとまずテントを立てるか。いや悪いけど俺外大嫌いなんだわ。金は俺が出すから、あっちのモービルキャビンで休もう。いいね、なんか旅っぽい。旅ですからね。ブロンプト、顔でかい。言い方、俺の顔がでかいみたいに言うなよ。自撮りだから仕方ないの。私はカンナギの血を引いています。母と同じように皆さんに平和を届けます。この日歴代最年少のカンナギが誕生した。お祈りは大変ですか。いいえ、あ、並んでいる人たちは大変ですね。でも必ず全ての人にお祈りをします。世界は期待と不安の眼差しでその成長を見守った。伝えたいことが終わりだと聞きましたが、周りに痛みで動けない人がいたら教えてください。私がそこへ向かいます。必ず助けます。カンナギの使命です。いいえ、立ち止まりません。やがて世界は彼女に導かれていった。協定の成立については、争いが静まれば
苦しむ人が減ります。これは未来への大きな一歩となるでしょう。私たちは確実に真の平和への道を歩んでいます。どこへ向かわれたんだろうな。何も心配はいりませんよ。少しでも痛みが和らぐと良いのですけれど。ルナ、フレーラ様。命を育みし星よ、人々を闇よりお守りください。申し訳ありません。すぐには無理なのですが、何日かすれば。なんという。ありがとうございます、ルナ・フレーナ様。ルナ・フレーナ様、今朝村を出てようやく。お辛いでしょう。はい、いえ、本当にありがたいことで。では始めましょう。町でかくまってやりゃよかったのに。本当だよ、俺ん家来いってな。なあ、神さんを追い出すわ俺。ノクト、オートに戻ってからも鍛錬を続けろよ。なんだよいきなり。結婚後は世界から注目浴びることになんだろう。え、そうかな。今もそうだけど、あんま気にされないんじゃない。なんだよそれ。今もまだ気にされていないからこそだな。パッとしねえまんまじゃルナ・フレーナ様がお気の毒だろう。あー、そうか。ノクト、ルナ・フレーナ様にふさわしい男になんないと。カンナギの公務でただのお荷物になっちゃ恥かくだろう。まったく、好き勝手言ってんな。ここ車用品が多くて好きなんだ。ああ、お前機械に強いもんな。よし、楽しみに待ってな。Thank you.
よし、楽しみに待ってな。一度は調理したかった食材なんだ。危険な相手だ。だからあんたの気が向いたらでいい。また来たのか。今日はどうするんだ。標的たちだ。情報が欲しいんだな。ここから選んでくれ。ちょっと待っててくれ。なかなかうまそうだ。腹は満たせたみたいだな。準備はできているか？あ、行こう。